こんにちは、茂木和也です。先ほど近所のドラッグストアに行ってきたんですけれども、いつもですねドラッグストアに行くと洗剤コーナーを一通り見てから帰ってくるんですけれども、そしたらですねこういった商品がありました。ウルトラアルカリ電解水、初めて見た洗浄剤だったんで思わず買ってきたんですけれども、今回はですねこのウルトラアルカリ電解水の解説をしながらですね、私はいつもですね油汚れとか皮脂汚れ落とすときにアルカリ度が高い方がいいですよっていう風なお話をよくするんですけれども、そのアルカリについてですね今回は丁寧により詳しくやっていこうかなという風に思います。そしてこのウルトラアルカリ電解水 pH が 13.2 と書かれてますよね。これかなり高いんですよ。かなり高いということは、普通にですね原液をシュッシュッシュッとこうスプレーして使うだけじゃなくて面白い使い方ができそうなので、その使い方をですねご紹介していきたいなという風に思います。でまずパッケージの表面からチェックしていきたいと思うんですが、まずこのシールですね、水なのに面白いくらい汚れが落ちるということで 13.2 もあればそれはそうだと思いますね。ウイルス除菌試験済みということで、ウイルスに対しての除菌効果も非常に高いということなんでしょうね。それもですねアルカリ度がとても高いので確かにそうなのかなというふうに思いますね。それでここに一般的な電解水に比べ5倍パワーと書かれてますけれども、一般的なアルカリ電解水って 12.5 ぐらいなんですよ。だからたった 0.7 上がっただけですね5倍という表現されてますけれども、ここの計算の仕方よくわからないんですけれども、ちょっと上がっただけで5倍パワーアップしてるということみたいですね。で界面活性剤不使用、二度拭きもいらないということで、二度拭きいらないっていうよりもですね拭き上げるときにこの洗浄液をですね残さないようにしっかり拭かないといけないですよね。水気を固く絞ったクロスで拭くか空拭きするかしてですねしっかり残さないように拭く必要があると思います。というのは 13.2 ということでかなり pH が高い液ですから、残ってるとお肌にですねついた時に肌荒れとかの原因になりますからね。小さなお子さんとかペットがいたりするとですね特に注意が必要なのかなというふうに思いますね。では引き続き見ていきますね。水から生まれたウルトラアルカリ電解水ということで、水から生まれたので安全性が高いというふうに思っては危ないので、これはですね危険なものだということで、そして洗剤を使いたくないところにもということで、キッチン、ベビー、ペット用品、リビングということで確かにそうですよね。界面活性剤が入っている一般的な油汚れ洗剤ですと、界面活性剤の拭き残りのリスクがですね界面活性剤が入っていないものと比べるとリスク高いですからね、しっかり拭き上げないといけないということになりますけれども、特に食べ物が触れるようなところですよね。レンジの中とか IH の天板とかですねグリルの中とかですよね。そのようなところに界面活性剤が入ったですね油汚れの洗剤を使って掃除するとなると、最後の拭き上げの時にですねただでさえ掃除しにくいようなところですからね、拭き残りのリスクが高くなると。でもウルトラアルカリ電解水の場合は油に触れてですね反応するとアルカリ度がですねぐんと下がって危険なものにはなりませんから、そういったところで安心して使えるということになりますけれども、そして3つの特徴書かれてますね。消臭防錆、消臭は確かに言えると思いますよね。酸性臭を中和して消臭することができますし、あとはこれだけですねアルカリ度が高いと、ここにもですねウイルス除菌ということで書かれてましたけれども、匂いを放つような菌を除菌することができると思いますから、この防錆っていうのは何でしょうね。防錆につながる成分が入っているということなんでしょうか。これだけアルカリ度が高いと錆びてしまう金属とかもあるんですよね。アルミとか一番代表的なんですけれども、あと真鍮とかもすぐ真っ黒になっちゃいますけれども、これは何を言ってるかちょっとわからないんですけどもね。洗浄力が強いと、強力洗浄、ここは言えますね。環境に優しいっていうところはですねそんなに強い特徴にはならないですよね。というのはお掃除用の洗剤であればなおさらなんですけれども、洗濯洗剤とかだったら排水量がとても多くなるんで、環境のことに気遣って洗剤を選ぶっていうのも場合によってはあるのかなっていうふうに思いますけれども、それでもですね今ほぼほぼ下水に流れてきますからね、重視するポイントではないと思うんですよ。お掃除用の洗剤っていうのは排液の量がですね洗濯洗剤とかと比べて本当に少ないですよね。拭き取ってしまえば排水口から流れていくってこともほとんどないじゃないですか。だからどうなんでしょうかというところはありますよね。そんなことはありえないんですけれども、大量に流れていくと pH が 13.2 ありますからね、処理場の方で pH を中性にする作業が必要になりますよね。汚水がアルカリに傾きますから、そういった部分では中和のための薬剤を使うっていうところではエコではないんですが、現実的じゃない
話なんですけれどもね。あと直接自然に流れていくということもですね、これも現実的じゃないんですけれども、大量に流れていくとですね、それは問題ありますけれども、先ほどお伝えした通り使う量が少ないですし、拭き取ればですね汚れと反応してアルカリ度も下がっていますし、そもそも排水に流れていくっていうことはまずないので、特別ですねポイントとなる要素ではないのかなというふうに思いますね、私の場合は。で、裏見てみましょうか。特殊技術で pH13.2 を実現、水生まれなのに面白いくらい汚れが落ちると。これは表面にも書かれていたようなことですね。そしてウイルス除菌試験済みということで、除去率 99.99% とすごい除菌効果が高いと。これは繰り返しになりますけれども、アルカリ度が非常に高いということでだと思います。そして一般的なアルカリ電解水 pH12.5、 そうですね、 pH が 12.5 ですよね。一般的なものは5倍高いですよと。薄めても疲れて書いてますね。ここはですね、私も感じていたところなので後でやりますね。成分アルカリ電解水水酸化カリウム 0.09% ですね。一般的なアルカリ電解水だったら、ここの書き方ですね、水酸化ナトリウム 0.18 とかよく書かれてるんですけれども、水酸化カリウムですね、しかも濃度が低いんですよね、 0.09 って。なのに 13.2 あるんで、それがここの特殊技術のところにつながるんでしょうかね。換算値ということで、水酸化カリウムに換算して 0.09% ということですから、でも一般的なアルカリ電解水 pH12.5 のものは、記憶が定かであれば水酸化ナトリウム 0.18% なんですよ。で、水酸化カリウムと水酸化ナトリウムはほとんど pH が同じなんですよね。若干カリウムの方が高いんですけれども、それほど違いないんで、薄くて 13.2 もですね高くなってるというものみたいですね。後でですね、実際に pH 測ってみたいと思うんですが、その前にですね、アルカリについてもう少し詳しくですねお話していきたいと思うんですが、黒板にですね代表的なアルカリ剤をずらっと上から高い順にですねまとめてみました。アルカリ剤だけじゃなくて漂白剤も入っているんですけれども、他にもですねいろいろありますけれども、有名どころといいますか、よく洗浄剤なんかにも使ったり、あとナチュラルクリーニングにも使うようなものをですねまとめてみたんですけれども、ここに書いている pH の値なんですが、そもそもこれ何から拾ってきたかというと、私がですね昔若い頃こういったことを自分で勉強していた時のノートから拾ってきたんですよ。そのノートに肝心なですね何パーセントに薄めた液で測定したかがですね書かれてなかったんですよね。でもおそらく 1% だと思います。 SDS と言われるこういった化学物質のことを書いた安全データシートっていうのがあるんですけれども、それにもですね 1% の液の pH の値書かれてるんですよ。そこから拾っておそらく書いたでしょうから、多分ですね 1% だということでですね、そこ定かじゃないんですよっていうことを先にお伝えするのと、あとは値は多少前後しますから、そこをですね先にお話しして、上から順番に簡単にですね解説していきたいと思うんですけれども、まず一番上、一番 pH が高いアルカリ剤が水酸化カリウムと、先ほどもですねウルトラアルカリ電解水のところで出てきましたけれども、その下の水酸化ナトリウムと非常に似ているんですよ。でもわずかにカリウムの方が高いんですよね。だから同じ濃度だったら若干ですけれども、カリウムの方がですね油の落ちがいいということで、そもそも清掃業者さんとか業務用の洗剤によく使われるものですから、そういったところをですねちょっと意識してみると、わずかですけれども強い洗剤を選ぶことができるということになりますね。で、この水酸化ナトリウムと水酸化カリウムの特徴の違いは、カリウムの方が水に溶けやすいんですよね。ナトリウムの方が水に溶けにくいと、そういった性質があるので、固形石鹸には水酸化ナトリウム使いますよね、作るときに。で、液体石鹸が水酸化カリウム使いますけれども、どちらもですね原料は粉末なんですよ。フレーク状だったり粒状だったりするんですけども、水酸化カリウムは粒状ないかな。水酸化ナトリウムはフレーク状と粒状があるんですけれども、水道水に入れると水酸化カリウムの場合は溶けやすいので、シュワ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 反応して溶けていくんですよ。一気にお水の温度が高くなります。溶かすときに危険なんですよね、ナトリウムと比べると。ナトリウムは入れてもですねじわーっとこう反応していって熱が出てくるような感じ、溶けにくいので、そういった違いがありますね。で、その下がメタ計算ソーダ 12.7。 計算ソーダ他にも何種類かあるんですけれども、私も大好きでよく自分の洗浄剤にも使ってるんですけれども、例えばモテギカズヤシリーズですと、生ハゲ油汚れ用の主成分ですね。あと業務用に青天狗という油汚れを落とす洗浄剤があるんですけども、それにも使ってますね。で、特徴的なのはアルカリ剤でありながら金属
クにですね、計算の被膜を作ってくれて防水効果があるんですよね。とても面白いアルカリ剤です。なので腐食しないということですから、結構幅広く使えるんですよね。そこが特徴的ですね。その下が次亜塩酸ナトリウム、これは混ぜるな危険でおなじみの塩素系漂白剤の主成分ですね。漂白剤だけじゃなくてカビ取り剤とか液体の哺乳瓶洗いのミルトンとかですね、それ以外のところですと水道水の滅菌にもですね使われますよね。浄水場で私の知る限り次亜以外の塩素剤を使っているというところはですね見たことがないですね。あとプールとか循環式の公衆浴場とかですね、そういったところの滅菌ですね、消毒にも使われますね。そういったところは固形の塩素とか別の塩素を使ったりする場合もありますけれども、よく使われますね。そしてその下炭酸ナトリウム 11.3 ということで、この炭酸ナトリウムって私大好きなんですけれども、なぜかですねナチュラルクリーニングの素材としてはあまり効かないですよね。お店に行ってもですね置いてあるところほとんどないですよね。ネットだと買えますけれども、だいたいお店で置いてるのは重曹とセスキと過炭酸ナトリウムというところで、この炭酸ナトリウム置かれてないんですけれども、これいいんですよ。なぜいいかというとアルカリ度が高いからなんですが、例えば洗濯するときにちょっとアルカリ上げて洗浄力高めたいっていうときにはセスキ使うよりも少なくてそして高く上げることができますからいいんですよね。その下が過炭酸ナトリウム、これは酸素系漂白剤おなじみの成分ですけれども、その名の通り過酸化水素が炭酸ナトリウムにくっついているというものなので過炭酸ナトリウムという名前なんですが、過酸化水素がくっついている分炭酸ナトリウムよりも pH が若干下がるということで 10.8 ですよね。この過炭酸ナトリウムはナチュラルクリーニングの中でも一番使えるものじゃないでしょうか。私はですね一番大好きですね。なぜかというとまずアルカリ度があるので洗浄力まずあるじゃないですか、油汚れに対して。さらに酸素系漂白剤ですから除菌消臭できますよね。そして何よりも漂白ができるということなので非常に使い道がですねたくさんあって、しかも安全性もですね塩素系と比べると高いですよね。その下がですねセスキ炭酸ソーダ 9.8 ですね。セスキ炭酸ソーダは炭酸ナトリウムとその下の重曹が混ざっていてですねちょうど中間ぐらいのものという感じですから、絶妙なところですよね。 9.8 っていうのは油汚れに対してもですねギリギリって言ったらいいでしょうか、効くぐらいのアルカリ度ですから。そしてその下がですね重曹ですよね。はい、今度はですねこの 9.7 のアルカリ水をさらに進化させる方法をご紹介したいなと思います。モテギカズヤの YouTube チャンネルモテギ流掃除講座。掃除が苦手だってきれいにできる、いつまでも